はい、皆さんこんにちは。ワナルビルビージです。では今回は、提督の決断スリープアップキットセガサターン版、マリアナ沖海戦で続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、アメリカ軍の第4艦隊、ここに戦艦ヤマト武蔵で特攻をかけて、空母3隻を撃沈しています。今回その続きですね。サイパンが、守備隊少し減ってきている中というところもあるので、まずね、このサイパンの防衛、これしっかりやりましょう。サイパンを落とされてしまうとその時点で、勝利条件を満たさなくなってしまうので、何としてもね、このサイパンは守らなければいけない、そういう要衝になっています。トラックの基地航空隊ですが、先ほど空撃を行っているので、出撃できる航空機はほぼないと思うので、ここは一旦作戦見送りにしましょう。サイパンがね、もう本当に苦しい状態なんですよね。守備隊がもう18しか残ってないので、上陸されるとかなり苦しくはなりますよね。第2艦隊、空母4。これなんとか撃退しないとまずいな。上陸される。これ、持たないぞ。残り6ユニットしかないってなると。いやー、航空機1。多分、やられますよね。そうですよね。陸戦隊が24入ってきて、これで壊滅ですね。サイパン落とされるとゲームオーバーになるんじゃないかな。そうですね。ちょっとこれはリベンジしたいと思います。戻ってきます。サイパン、陥落。ちょっとリベンジでは、航空機さらにかき集めましょう。もう、中国からは全部航空機を引き上げて、このマリアナ沖諸島を守ることだけを目標にちょっとプレイしてみようと思います。はい。では戻ってきました。今回はもう思い切った人事も行って、なんとかね、リベンジを成し遂げていきたいと思います。まずサイパンからですね。南雲さんは変わらずなんですけども、まずですね、航空隊です。ここは主に戦闘機ですね。とにかく敵に、ここでね、航空、戦力を消耗させられて、制空権を取られてしまうと、サイパンがあっという間に削られてしまうので、主に戦闘機中心に配備、行う予定です。で、逆にですね、グアムに関しては、敵艦隊を攻撃するための攻撃機、これをね、少し多めに配備するという、反省を生かした編成に変えてあります。で、トラックとペリルに関しては足の長い陸鋼ですね。これを大量に配備したので、これで一方的に敵空母を叩こうと。そういう作戦になります。で、艦隊はですね、まずはサイパンに入って、航空機の補充。空母はとにかく航空機が少ないので、補充。それと同時に陸戦隊も下ろせるだけサイパンに下ろすという作戦でいきましょう。そして、東京と呉からは輸送艦隊を組織してサイパンに陸戦隊を送り込んでいくという作戦です。ちなみにトラックにはですね、サイパンの指揮を本来行っているはずの松永さんを招聘してあります。松永さんであれば、なんとかね、このトラックから指揮を取って敵の艦隊を攻撃できるんじゃないかという期待感を持っています。では時間を進めていきましょう。まずは全艦隊。急いでサイパンに入ってもらいたい。まあそういう形ですね。さあ、トラックの基地航空隊が敵の艦隊発見してます。空撃を行いましょう。まあ第1波目ということもあって、敵の編成も不明なので、ここは、石切港を偵察に出しましょう。空母と分かればね、一気に基地から攻撃隊を出していきたい。まあそういう流れを演出していきたいと思います。さあ、敵の編成見ましょう。空母はいなそうですね。これ見る限りね。まあ、であれば攻撃隊出してもよかったかなっていうのはありますけど、まあ、これはもうしょうがないので。トラックの基地航空隊ですね。先ほどの戦艦部隊、これ発見してますので、ここに、石切港を向かわせましょう。全輸送船を破壊してもらいたいですよね。はい。航空機の消耗激しいですが、ここまでの要領で、しばらくですね、敵艦隊の消耗を誘っていきたいと思います。まずは、サイパンのね、敵の第1波攻撃、これは退けています。まあ、前回と同じ状況ですね、ここまではね。サイパンに、到着したフリタ艦隊ですね。軽空母移籍失いましたけども、戦艦大和武蔵は健在、無事ですね。補給を行って再度出撃します。空母には艦載機満載しましょう。今回はしっかりですね、部隊を下ろして、サイパンの陸戦隊の補充を行います。まあ、これでちょっとでもね、足しになってくれればいいかなっていう、まあそういう願いも込めてですけどね。依然として敵の艦隊は相当な戦力を持ってるので、まあこれにね、戦いを挑むにあたっては、まあいろんなことをしていかなきゃいけない。まあその一環だと思っています。いやー、第3航空艦隊、城島さんの艦隊なんですけど、55機出して、機関ゼロ。いやー、強いですね、やっぱり。アメリカ軍の第3艦隊、これまだ無傷なので、まあ、これちょっと削っていかないと話にならないですね。では、トラックの基地航空隊250機で、アメリカ軍の空母が4隻いる艦隊。これまだ、詳細の編成確認できていない段階ですけども、250機全部飛ばします。で、50機ずつ5つのユニットに分けたので、これで一気に敵を殲滅して回りたいと思います。バンガーヒル、ワスプ、この辺りの編成になってますね。まずワスプ撃沈してます。はい。まずアメリカ軍の第3艦隊ですね。これ、島さんの戦艦空母部隊。まあ、巡洋とか、飛洋とか、まあ、いわゆる軽空母ですね。これによって、まあ、事実上壊滅させています。まずはアメリカ軍の1個空母艦隊撃破です。おそらく残り3空母艦隊プラス戦艦艦隊、合計4艦隊展開していると思うので、これの撃破を行っていきましょう。今、味方の潜水艦隊が敵の注意を引きつけてくれています。この間にですね、アメリカ軍の空母が密集している様子があるので、サイパンの周辺に。ここに一気に艦隊を突入させて、サイパンを救出しましょう。まあそういう作戦を考えてます。夜明けとともにトラック、ペリリュー、グアムから航空隊も発艦しましょう。突如としてトラックの近くに敵の艦隊が現れました。これ全くケアしてなかったんですけど、まあそれなりの規模の艦隊になっているので、前期出撃して、これ撃ちに行きましょう。まあ、どういう艦隊になってるか全く想像つかないんですけど。できればね、ここで壊滅させておきたいですよね。アメリカ軍未知の艦隊、直延期40、艦隊編成は38隻という内容です。直延が40いるということは空母であることは間違いないですよね。ここにいますね。はい。これ仕留めにかかりたいと思います。ホーネットでしたね。このホーネットを撃沈しておきましょう。はい。アメリカ軍の第2艦隊でした。これこのままトラックの航空隊で受け負いましょう。はい。アメリカ軍の第5艦隊も空母を仕留めて壊滅させました。残り2空母艦隊と1戦艦艦隊が展開していると思います。まあ、うち1個はね、先ほどご覧いただいた通りトラックが受け負ってくれてると思うので、近辺に展開しているのは残り2つだと思われます。そのうちの1つの艦隊発見してますね。アメリカ軍の第4艦隊ですね。ここはまだまだ強いですね。空母3残ってますね。直営の数もまだ40機展開できる。そういう展開力持ってる第4艦隊。リーブスです。これも潰しにかかりましょう。できればヤマト、ムサシの砲撃戦に持ち込みたいですよね。では、グアムの基地航空隊です。空母、3空母いますね。これ全部仕留めていきます。まあ、今回200機の航空隊出してますので、これを使っていけばなんとかなるかなというところですね。軽空母ブリンストン撃沈してます。ここにはレキシントンもいるので、レキシントンも撃沈できそうですね。レキシントン撃沈です。第4艦隊も事実上壊滅させたと言えると思います。中大破した空母、軽空母ですね。1隻だけ残ってるという状態です。アメリカ軍第5艦隊完全に壊滅させましたね。第3艦隊に続いてアメリカ軍の第5艦隊を壊滅させてます。はい。アメリカ軍の第4艦隊の空母最後1隻、軽空母ですね。これも撃沈してます。はい。ではですね、リベンジと題して、プレイを、やり直したんですが、リベンジできたと言って良さそうですね。今現在敵の進行を舞台、陸戦隊が39入ってきてるんですけども、味方の守備隊83、入っています。なので、防衛できそうです。で、周りの敵艦隊もですね、まあ、ここに1個残ってるんですけども、もうこれも駆逐艦だけの艦隊なので、完全にね、撃退できたのかなと思います。戦艦部隊も撤退しているのを確認しています。というわけで、今回はですね、マリアナ沖海戦。プレイをしてきました。いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね、1回目プレイしたとき、どうしてもね、航空隊の数、きっちり揃えられなかったというのと、あとはやっぱり、守備隊ですね。これを、合計40ぐらい今回は、輸送船で運んだので、それが、まあ、プラスに働いたのかなというふうに思っています。もう1個2個史実の回線をプレイしたらキャンペーンモードでやっていこうかなと思いますので、引き続き、皆さんの応援よろしくお願いいたします。